まちゃん、こんにちは。こんにちは。太陽クラブ成田コース7番ホールからやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まっちゃんは、まあ、スイング取り組んでることありますけど、もう、まあ、どんどんミスして失敗して前進んでいこうよということで、はい、もうここでかぶしちゃいますよコースね。もう絶対チーピンするもんね、そこ来たらこうならない限りは、うん、そうだね、はい、ここ来たら、うん、だってもう体回してきたらでもそれで手の位置をこうね、もう少し出ていく感じで、出ていく感じ、向こうにこう来て、うん、あ、そうじゃないんだよな。もう少しリリース入れてあれでしょ。リリース入れちゃっていいんですね。こういうことですね、うん、手がもうちょっと見えた方がいいんじゃない。これ見えてないですか。うん、もっと、うん、こっち、そう、もう一回切り返しからこう来てで、そこからもっとそのまま、そんくらいじゃない、こんなにイメージ的には。うん、だからまだまだ入ってるよ、左に入ってるんですね、うん、あれは打って大丈夫ですかね。いや、わかんないです、まっちゃんの方がそれはいいから、ちょっとスイングもう一回素振りしてよ。だからまだまだ入ってるんですよ。だからこのラインでこう抜けていくんですよ、こうやって手が。そんなにリリースしなかった、ミキ君の時。いや、ミキさんの時はこうでした、うん、でしょ、はい、なんで、はい、なのそうでしょ、なんでそんなに固くなにあるので、そこから、うん、そうですね、うん、そういうイメージを持ちたいですよね。はい、はあ、でちょっとまだ管理作業もしあれなんで一回止めますはい、はい、ではやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よしよし、よし、右の木からチーピン。うん、ナイス、ありがとうございます。きっとあれで普通なんでしょうね。まあそうだね、はい、あれで普通なのか、まあまだまだだとは思うんだけど。ということで、私はこのぶっ飛びユーティリティ19度ですか。19度、多分エイペックス、エイペックス、ね、UW、 これを、まあ、さっきまではフルショットしてたんで、こう抑えたりするのにどうなのかっていうのをちょっとこの検証していきたいなと思います。まあ、毎回フルでショットするわけじゃないんで、まあ、だからティーショットでちょっとこう抑えたりね、抑えてライン出しですね、うん、よろしくお願いします。お願いします。一本木方向、うん、ちょっとね、押さえたりするとシャフトの感じが違うんで、もう一球いきます。はい、ちょっとこうシャフト来ない感じですか。シャフト来ない感じだね。いや、こういうの分かってこないと毎回フルショットじゃないんで。こういうね、敬意ですね、あれは練習では敬意いくって、練習で本当もう敬意に出るのやめてほしいただ球が上がるってことは、はい、まあ、ちょっとこう拾いやすいわけだからね、ちょっとこう自分のイメージとは違う、うん、確かに、まあ、あんま打ち込むイメージが出るユーティリティというか、うん、まあ、UW なんで、 UW だからね、はい、こう押さえるのはちょっとこうイメージが出しにくいですかね。イメージがまだまだ出てないって感じかな。そのユーティリティ風に打つのか、フェアウェイウッド風に打つのかみたいなところはちょっとあるかな。それどっちの様子も入ってるから難しいですね。難しいね逆にもう、うん、やっぱそう思うと、やっぱピンのあのユーティリティは、うん、まあ、もう抑えるときはもうユーティリティ用の打ち方でガーンって打ってって、ライナーでラインを合わせていくみたいな
あのユーティリティはですね、 G425 のユーティリティは、はい、普通にティーショットとかで打ったりロングのセカンド狙ったり、はい、打つときは大幅にカットのイメージなんですね。でそれでまっすぐ飛ぶんですよ。あ、それでまっすぐなんですね。それでまっすぐ、はい、普通に振ったら、強ライナードローが出るんですよあのまっちゃんとさ、はい、熊本の時に使ってたあの T ちょっとあんじゃん打ち下ろしの左ドッグ、はいはいはい、あれ普通に打つと強ライナードローが出るんですよ。いや、なんかメモ見て、うん、まあそこまで250ぐらいか、うんうん、まああれじゃあのユーティリティじゃいかないなーなんて思って見てたら、うん、入ってるぐらいあれなんか超えてったみたいなでこの間の杉の里とかでもセカンドで使ったりねロングのするんだけど刻む時に、確かに使いますね、あれはもう大幅にカットイメージだね。そうするとややスライスフェードのライナーのドロー。いやもうそれはそれでクラブ分かってるから打ちやすいですね。で こいつはまだだからそれが分かってない。うん、だから今なんかちょうど全然イメージと違う球が出たんで、はい、まあ、そこはどういう風にしていくかなんですけど、ブロー上がったので一旦止めたいと思います。わかりました。はい、7番ホールはちょっと管理作業が長くなりそうだったので8番ホールに来ました。はい、まあ、ユーティリティで、ね、まあ、少しその辺は、これから練習を重ねて、感触をつかんでいきたいなと思います。まあ、ちゃんね、ティーショット今すごいいいショットでフェアウェイセンターでした。でここ8番ホールはあのバンカー越えるの多分230ぐらい、そのぐらいです。なんで、まあ、今日はこの優しいスプーンですね。 16.5 度の優しいスプーン、まあ、皆さんにこういうのあるっていうのを知ってもらえれば、いいかなと思うんで、まあ、僕もこれでちょっと打っていきたいと思います。ちょっとこれはカット目に打ちたいと思います。カットしても十分超えますもんね。うん、完璧。下からで十分っすね。いい感じだなこれ。 16.5 度、距離がちゃんと出る。なんか打ちづらい。はい、打ちづらいなんかあんな板を打たれるとなんかそんな吹けるわけでもなくね、ただそんな低スピンなわけでもないからもう完璧じゃないですか。なんかね、今のところはいいけどね、まあいろいろ打ってこれから試合でも今のところなんかでもロフトがあるから基本的にはラフからとかでもスプーンの15ドリア打ちやすいはずだよね。そうですね、まあ、あとは捕まりすぎるとかね、低く打ちたいときにどうなるかとかいろいろ問題はあると思うんだけど。よし、ドライバーで、はい、あのボールを越していきたいと思います。まあ、あれはちょっと球悪かったんで、うん、測定不能っすね。ちょっともう一球打ちたいっすね。ちょっとボール先なくしちゃったんで。まっすぐ行ってたらやっぱ僕のが飛んでましたね。で曲がったんで今のは測定不能にしておきましょう。そうだね、そういうことにしようよ。はい俺はカットしたんだぞといやいや、逆にこう捕まえていくのも難しいよね。いやなんか僕ちゃんと右に行ってフックしてますね。まっちゃんね、はい、ずっと自分自身を超えていきたいと思います限界突破。これはヒール食った。同じ方向。お、これだ。ヒール食っても球が上がるなぁ。そんなヒール食ったらもう木に当たってるよ普通は。そうですよね。だって もう今ほんとこの辺ですよ。だったのシャフトだもん今シャフトだったよもうシャフトですか今。シャフト折れるかと思ったシャフトまっちゃんさっき今ね塔の塔側のあのなんかテーラーのマークついてたとこ行ったでしょ。あの違う、こっちのこっち
ここでここでタイジンツイスト効果狙って、いやこれもうツイストしないですよさあまあまあ一応右にね、右に僕も行ったんでちょっと右、まあ、右測定できないですからねかぶす逃がす、かぶす逃がす、よし、これはまずい、これはネジで打ったっす、ネジでね今反発なかったもん、ネジで打ったから、あ全然もう反発しなかったっす、このネジだったんで、なんで2回言ったんだよごめんありがとうな、そういう時期もあるよな、いやまあいろいろ試してますから、そうですよね、はい、ありがとうございます、まあまあまあ、いやさっきさ、さっき言ってたこと言いなよ、座って2人で喋ってた時のこと、あのシャフトとかの話まあまだ俺が先に言うよ、いやほんとね、はい、僕たちをこう見てくださってる視聴者さんは本当にさ、はい、僕のね、はい、シャフトとかクラブを追って、はい、ついてきてくれて、はい、まあワッホーさんが言うならちょっと買ってみようかなとか、はい、あワッホーさんのスペックこれだからこれ使ってみようとか、はい、こうみんなワッホーマツイッチも、はい、ワッホーさんのスペックと同じで使ってみようとかこういろいろあったわけじゃないですか、ありましたね、ねみんな僕が天性のホワイト使ったらホワイト買って、オレンジ使ったらオレンジ買ってシム買ったり M6 買ったりローグ買ったり、はいろいろしてくれてね、本当に僕がこうクラブからコロコロ変えるんで、ね、申し訳ないんですけど、まっちゃんが言いましたこうやってどうぞいやいや、まあ僕のねセッティングを追い上げてる人はいないよねっていう話からこの話始まったんですよ、 なんかさ、まあ、本当にまっちゃんのセッティングを真似しましたって人今まで3年間 YouTube やってまだ誰もいないですよ、誰もいないっていう、まあ、うん、話から始まって、うん、でねでそれでですよ、はい、まあまあそれはみんな、うん、まあまあまあ確かにみたいな、みんな思ってました、うん、まあ、なんかさ、まっちゃん今使ってるさ、前使ったのさ、はい、まあこんな本当言い方ね、名前出すと申し訳ないんだけど、はい、まあこれアッタスさんとの撮影があるから、はい、その話も出てまっちゃんの真似して、はい、ジャッタスのフェアウェットしましたとかキングのシャフトにしましたとかいないよねみたいな、まあ、まあそういう話の流れから、うん、来て、うん、まあ、皆さん、うん、夢見てるよなパフォーさんの真似してパフォーさんの真似して夢見てますけど現実見ましょうよ、参考にするのは僕の方じゃない、僕の方じゃないんですかヘッドスピードとかね、ヘッドスピードとか、うん、まあ、体格とかもそうですよ、だって体重だって僕は60キロちょっとしかない し、まあ、そのスイングのことだってそうだけど僕、はい、ね、まっちゃんのようになってる人多いでじゃないですか、はい、で、まあで僕もまあ、うん、まあ一応まっすぐ行くわけじゃないですか、うん、だったら僕の方が皆さんに近くないですかっていうそういうね話を動画外でしてたんですよ2人でいや今度ね、まあ、はい、間宮さんとの撮影で、はい、この辺だと思うよ、こっちの、あ、こっちでしたっけ、そこにある間宮さんの新シャフトリンクっていうシャフトがあるんで、はい、ぜひちょっとねっていうことで、まあ、間宮さんから連絡いただきまして、はい、一緒に撮影させてもらえませんかということだったんで、はい、もう間宮さんも分かってると思います、もう僕が何を言ってもなかなかシャフトを変えないこと分かってると思うんですけど、はい、まっちゃんならなんとかなんじゃねえかっていう感じで僕の先輩から連絡たまったんですよ、先輩から僕研修生の時とかね、いろいろお世話になった先輩で、はい、今間宮で働いてるんですけど、ちょっと今度撮影させてもらっていいですかみたいな連絡、多分僕じゃなくてもまっちゃんの何とか多分ね、で僕こう今回、うん、私やっぱちょっと気になってるんですよリンク、はい、うん、まあ、今こうスイングももちろん変えてますし、はい、まあちょっとこう
どちらかというと多分左に来づらい、うん、まあ、シャフトなんじゃないかなっていう、まあ、中本上司っていうのと、はい、まあ、US マミヤのシャフトなのかな多分。なんか、まあ、日本のプロモーションじゃなかったのかな、わかんないけど、はい、知らないけど、わからないけど、でもちょっとこう向こうのシャフトってことで少し、まあ、言ったら、藤倉さんで言うとスピーダーじゃなくてベンタス、はい、三菱さんもディアマラじゃなくて、テンセみたいな位置づけのリンクなんじゃないかなと勝手に今そういう話をしていて、うん、まあちょっとだから僕は今回すごく、ね、興味があって、まあ、日本でプロモーションしてるクラブ、まあ、シャフトってスピーダーとか、はい、藤倉さんスピーダーディアマラはそんな動かないけど、まあ、アッタスさんもそうだけどちょっとシャフト自体がよく動くシャフトが多くて、はい、ベンタスとかテンセイとかはやっぱりちょっと動かない、まあ、あのプロ好み の, あのシャフトになってると思うんだけど、はい、今回マミヤさんから、まあ、このリンクっていうシャフトが出て、まあ、そういう位置づけに勝手にあるんじゃないかなと思ってて、ちょっとやっぱり違うんじゃないかなと思ってるんで、はい、まあまあ、まっちゃんなんかは良さそうだし、まあ、僕はちょっと今シャフトがバッチリハマってるんで、はい、今度打たせてもらいますけど、まあ、僕の顔色をねこう皆さん伺いながら動画見てもらえればと思うんですが、あのまっちゃんはねちょっとすごく、まあ、僕もやっぱ興味がありますし、はい、まあ、まあもしかすると、うん、まあ、今だってフェアウェイウッドはジアタスとも使ってますし、ジアタス使ってて、はい、まあ、ドライバーは僕のね天性のオレンジ使ってますけど、はい、まあ、もしかしたらこう全部ねリンクなのか、はい、まあ、そもそもなぜアッタスの話出たかっていうと、ユーティリティのシャフトをアッタス MB にすればみたいな話から、はい、アッタスの話が出て、でなんで僕の真似しなくてワッホーさんの真似して、真似するなら僕ですよね、みんな夢見てますよねとかってこのトーンで言ってました。で本当に僕たちのコンペ来てくれる人とか本当ね、みんなこう、はい、ね、真似して、でも結構みんな長く使ってるってことは多分いいようにハマって使ってるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、まあでもどちらかというと僕の方が近いような、まあ、まっちゃんの方が近いけどね、うん、まあでもあとはもうそのフットなんか、まあシャフトって結局、はい、タイミングじゃないですか、まあ、タイミングですよね、はい、動くシャフトがやっぱ好きな人もいれば、うん、まあ、ワッホさんどちらかというと動かないシャフトこのそうだねじゃないですかやっぱり、うん、まあ、そっちが好きな人もいると思うんで、うん、まあそこはもう仕方ないと思う、違うね、やっぱりね俺みたいな球打ちたいんだよやっぱりみんなそうなんですか、やっぱりだから俺の真似をするし、はい、俺みたいなアプローチが打ちたいから俺と同じスペックにするっていう、やっぱり打ちたい球は憧れがあるから、はい、やっぱりまっちゃんの球にはまだ憧れを持ってないんだよみんな、持ってないですか、参考にするとかじゃないのよ、どこを目指すかだからだからもう目指すところにいないですね僕が、目指すところにまっちゃんがまだ立ってないから、立ってないですね、僕が悪かったですね、これからまっちゃんが成長していく過程を皆さん見て、あ、まっちゃんであんなけ距離伸びるんだとかね、そういう風にしていけば参考にするんじゃないかな思いますけど、まっちゃんの真似して誰かフェアウェイと買った誰か本間のクリーク買ったクラブはすごくいいのに、アイアン真似した、してないっすね、してないよね、そこなんですよ多分、逆に皆さんの真似をしたいですねだからやっぱりこれからね、はい、まっちゃんがこれをどんどん成長していって、それをこう真似していくようになる、そういう話の終わり方するんですねで今管理作業でピン切ってっからちょっとまだ話が長くなるんだけど、まあでもどうなんだろうな、なっちゃんクラブってさあんまり変えないけどさ、はい、まあ少しスイングを変えていくってなるとちょっとやっぱり、そうです、だから今ワッホさん、まあ僕あんまワッホさんのクラブとか持たないじゃないですか、うん、でさっきまあ PD を打たしてもらったら、うん、やっぱりもう僕が使ってるクラブにはもうないシャフトのしなり方で、うん、でもなんかその打った時になんか分かんないんですけど、僕が今やろうとしてる動きだとタイミングがいい気がしたんですよね、うん、まあ、さっき2番、はい、まあ、今回の動画じゃなくて、まあ、ちょっと前に出てる動画の2番ホールで、
まあ和子さんの、ね、打ってねいい感じがねいい感じだったんですけど、なんかあの感じだったら逆に今僕がやりたい動きをより、うん、やってもやってもなんかいい結果、逆に言ったらいい結果が出る、うん、今のセッティングだともしかしたら動きはできたとしても結果がね、悪いかもしれないしね、あの、まあ、僕はそれをやらなかった時の、まあ、セッティングなんで、うんうんね、新しいことを始めたらもちろん今使ってるクラブと同じ球が出るとは限らないと思うんで、うんだね、そういう意味でもちょっとそのスイングを変えると同時にクラブも変えて変えていけば、まあ、イメージを変えていけばよりそうだ、ね、良くなるのかなっていう。だからちょっと僕和穂さんが今使ってるアイアンと全く同じのを僕持ってるんですよ、うん、あ確かにシャフトの硬さは違うんですけど、あそうか C テーパーでね、僕は R プラスなんですけど、うん、一応それもちょっと持ってきて、うん、あんなにいい球俺が打つからね、ま、そうなんですよ、憧れなんですよ。昨日一昨日あの4番やんすごくなかった、ロングのセカンド、ロングのセカンドですね、うん、あの4番やんもすごかったんですけど、うん、僕はあの6番円のショートの あれで、ね、あれとか、うん、もうなんか分かんないんですけどボールあるじゃないですか、うん、ちょっと下の状態が悪いんですよ ね、まあそうだね、うん、なんですけどこう上からぶつけることもなく、うん、なんかボールだけスワッて打って球がふわって吹いて結構まあまあピンチ難しかったんですよ、難しいね、うん、左の、うん、そこにバチーンみたいな、あんな球ね、あんな球、和子さん自身も、うん、いやいい球だなっていう、いやあれいい球だったね、狙い通りの、うん、もうあもう僕も、ま、うあれあの球打てないけどあの球打てたらいいなみたいな、そうだね、いや俺よりゴルフ上手い人いっぱいいると思うんだけど、はい、あの球打てる人は少ないと思うんだよね自分で言ういやそれぐらいすごい球だったよ、すごい球で、うんカーってで、まあね、僕たちもお世話になってそのスポンサーさんと一緒に回ってて、はい、いやこれ僕たち習う人間違ってませんかってなんであの打ち方教えてくれないんですかね、あれはね感覚なんだよだからもうこうっすよね、いやなんかそうだし、こうクラブを入れてきてこういう風に抜いていったらああやって出るんじゃないかなって思うことが体現できたというか、なんかそういうイメージができたんだよね、まあやってました、はい、いやもうあの球はちょっとだからあの球、まあ、あの球を、うん、まあ皆さんにも見てほしいですね、あれね、はい、あれ、まあ、今回、まあ、ちょっと急に話またあれなんですけど、僕たちそのワホマツベースっていうのを始めて、はい、こう会員さんがこうちょっとずつ増えてきてる中で、まあ、今度10月の19日に、太平クラブ成田コースで、はい、小さいコンペをこうやらせていただくんですけど、10組かな、はい、10組 で頭の33アウトインの33は僕がまっちゃんと、まあ、6ホールずつこう一緒に回れるプランにして、はい、残り、4組は、一緒に回れないんだけどちょっとレッスンをさせていただくという形 で、はい、でベース会員の方が先行で、まずは予約というかあの参加できて、はい、でベース会員の人はもう確実に参加できる、まあ、これからベース会員が増えていけばベース会員の中でもちょっとこう抽選になったりする可能性あるんですけど、今のところまあ大丈夫で、はい、でベース会員以外の人は定員オーバーした時点で、ランダム抽選ということになるんで、まあ、もしその僕たちと一緒に回ったりだとか一緒にこうゴルフしてみたりレッスン受けてみたいという人がいれば、ちょっとそのワホマツベースっていうのが概要欄にあるんで、はい、月額制になるんですが、まあ、ちょっと入っていただくと、まあ、そういうのをまあできれば2ヶ月に1回ぐらいはしたいなと思ってますし、まあ、特典もいろいろこうあるんでちょっとこう考えていただければなと思います。まだまだ、はい、こうずっと募集していて、これから増えれば増えるほど、まあ、あの規模を、ね、今度大きくしていけば皆さんと一緒にゴルフできたりとかレッスンできたりするから、でそれが規模が大きくできなかったら回数を増やして、はい、一緒に回れる人をこう順番に、ね、こうね、あのこうしていこうと思うやれるんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの球をねぜひ見てほしいです。あれは多分一生打てない球だとは思いますがあの球は打てないね。あの球、まあ、僕は打つ可能性あると思うんですけど、うん、あれ打てないよね。あれは、うん、打つか僕で打つ可能性あるなぐらいあれ相当難しいで、あれはまあ、あの状況、あのピン位置、そうそうあの距離で、
180ぐらいだったかな。はい。だからもうその全てで、うん、僕もまあそうやって打てたらいいけど、うん、まあ打てないからちょっと僕は5番アイアンを持って、うん、まあちょっと奥面に乗ればいいかなとか、うん、ちょっとまあ右のあそこに乗ればいいかなぐらいのところでワッコさんがバシッみたいな、勝てねえよあれにはみたいなあれはすごかったね、本当にあれはすごかったっす。そんな感じで、だいたい100110ぐらいですかね、はい、9番アイアンでいきたいと思います。これちょっと抑えるのかなり難しいですね。これはちょっと一瞬胸を右に向けとけば、分かりました。疲労がインサイドアウトになって左足上がりでも球が捕まって、うん、分かりました。おー、うまい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 、今のは相当うまいね。ありがとうございます。うん、ナイス。だいぶちょっとワッコーさんのあの感じに、あの感じは真似できないよあれマジですごかったからねいやあれ本当にね、うん、なんだろう、もう言葉じゃ言えないあれね、本当俺もね1年にね3回ぐらいしか打てない。いやいや、あんなところ出さないでくださいも, もっと大事なところありますっていやでもあの球はすごかったね。熊本で出してほしい、熊本その先で出してほしい熊本になると急に急にカシャカシャカシャ107なんですね、センターでピン手前だから、はい、まあ110ぐらいかな、上り入れて、はい、でこれ PS 初打ち、お、ちょっと飛ばないかもしれないですね。ちょっとね、新品だからね。ああ、横ぐらいまで行ったかな。行ってそうです。うん。いいですね。いい感じ。52度も。いい感じですね、52。いやなんか一回打ってないのに手で触っただけでも錆びてっからね。え、本当ですか。うん、危ないですね。すごいよ。え、これ手で触っただけですか。うん、すごいよな、まあ、汗かいてるから仕方ないですよね、うん、まああとはもう湿度でね。ああ、まあそうですね。もうよし、だからなるべくまあ僕たち打ってればそこのバンスの部分って慣れてくるからね、まああの取れてきますけど、うん、まあ打たない部分だったり地面に触れない部分はそうだね。はい、だから本当に皆さんは本当のメッキ張りの方がいいよねいやよくやっぱめちゃくちゃゴルフするとか、うん、まあ、言ったらウェッジすぐ変えますとか、うん、まあ俺ら錆びてても気にしないからね。そう、全く気にしないんで、うん、まあいいんですけど、まあ皆さんは、うん、まあ、そんなにゴルフやらないからね、やらないのに錆びてたら、うんうん、まあ、かなりショックじゃないですか。ショック受けるよねワホマツウェッジ新品できてさ、はい、パッて開けて素振り3回ぐらいしていいなと思って次を見たら錆びてるっていうマジかよみたいな、マジかよってなりますよねだからもう、まあ、皆さんはできればメッキありで、そうだね、まあ、購入してもらえればなるべく綺麗な状態を保てる、うん、買えないんだけどね今間違いない。また買えるように要望があれば、はい、こうさせていただきたいなと思いますし、まあ第1回目作って、やっぱいろいろ分かったこともあったし、はい、またもしかしたら第2弾、まあ多分今のところないけど、今のところ、まあ、そこまでじゃあ改良がすごく必要かと。いやだってもう最高なんだよ俺にとったら今、もうこいつの打ち方でアプローチでずっと練習してるから。そうですよね、だからもうまた打ち方変わりますからね。変わっちゃうから、まあ、とりあえずずっとこの形でいきたいなと思います。では、弱、届かない。感覚いいですね。これは何日ぐらいで砂を慣れてくるの？雨が降ったらって感じ？いや、これは結構、これ相当な量だよね。これやばいっすね。これくらいやってほしいよね。やっぱり入れるなら。入れるならですね。でも相当お金かかるし時間もかかるからね。これでも巻くのは、うん、そんなことないんだ。まあ機械で、時間、あで鳴らしてで巻くだけなんで、うん、何が大変かと、これ巻いて、うん、あのブラシでまあ一回多分鳴らしてると思うんですよ。ああね。それが大変だよね。大変ですね。まあでも相当な人数と時間とお金とかかるわけだからね。やってこんくらいやるとやっぱ秋に
すごいいいグリーンに、本当それこそうちのコンピやるぐらいには、台風がね来なきゃねいいけど、来なければもうがっちり、またあのがっちりとしたさっき話したベース、はい、のあれで10月やって12月の 2,3 週目、まあ一応僕がファイナル QT まで進む予定でいるんで、はい、それがファイナル QT 元の終わった後ぐらいにちょっとその県外なんだけど、はい、まあちょっとそこで3日間ぐらいの旅行パッケージみたいのでちょっとやりたいなと思ってて、はい、まあずっとゴルフできる環境したいなとちょっと思ってます。そちらも全部これからもベース先行予約になるんで、そうですね、だから、うん、ベース入っていただいて、うん、まあ、そこをこう中のホームページ見ていただければ、そうだね、そういうのもこう随時ね更新していくので、うん、よろしくお願いします。よし、おお伸びた、ありがとうございます、ナイスバーディー、ありがとうございます。まあ、そんな感じでちょっと今日は7番はもうティーショットだけで、8番はちょっとダラダラと喋っただけで、はい、全部で8、9ぐらいですか打ったのになりますけど、はい、まあ、あの皆さんのなんか、いやでもあの球を見てほしいっていうあれがちょっと熱くなっちゃったね、あの本当にこれやらしいと思うんですよあんまり言い過ぎたらそうだね、でも本当に、うんうん、なんだろう、僕で、うん、一緒にゴルフしてる僕で、そうだね、あの球美しいなと思ったんで、うん、そうだね、あのあれもそうだ、あの4番屋もそうだったしね、4番屋も左足下がり打ち上げ、はい、であれこれファーンって吹いてってワンピン横にイーグルチャンスに乗るっていう、はい、あれすげえな、いやだからねえ、ショットは一流ですよね、ショットは一流、あとはメンタルあとはやっぱりこう本番でそういうのを打てるような、まあ、そもそもまあ技術の平均値を上げていって、はい、あとやっぱり試合で出せる実力を つけていくそのメンタルコントロールとか、ね、プレッシャーに打ち勝つとかやっぱそういうの必要だから、はい、まあ、そういうのはどんどんこう鍛えていって、ちょっとでもなんかああいう時って、うん、ちなみにワッフさん何か考えてるんですか、考えてる、まあ、考えてると思うんですけど、その試合の時の考えと、うん、練習の時の考え一緒なんですか、いやちょっと違うんじゃない、やっぱりちょっと あのあとワンピンは右狙ってんじゃない、 あのピン位置だったら、だからあれってさ、あの最高の球打ったピン位置あったじゃん、はい、あれ180ヤードで左崖、はい、手前も崖 でグリーンの一番左に切ってあって6番アイアンの距離だったんだけど、はい、あれって一番苦手ではないんだけど、はい、あんまり狙いやすいピン位置じゃないじゃない、要は左で、はい、左行ったらもう崖下でもダボかボギーみたいな感じになるから、はい、そうするとやっぱあとワンピンは保険かけて打ってるかなって感じだね、だからあとワンいいショット打ってもあとワンピン右なんじゃないかなって感じ、だからあの球が出たとしても、うん、バーディーにならないかもしれないですね、そうだね、ワンピンもうちょっと右だったら、そうだね、うん、あれでひまあそうだね、だからそこのだからそこ難しいですね、練習だったらでもできるからね、いけるわけじゃないですか、うん、でも本番だったらあとワンピン狙っちゃうのが、そうだね、まあ、いい時もあれば悪い時もあると思うんですけど、うん、こうあとはどういう試合かにもよると思うんだけど、はい、まあでもあそこあれやっぱ難しいよね、それこそ本当にもうあそこ打つしかなかったら行くんだけど、まああれグリーンがこう横長のショートなんですけど、うんうん、まあ、グリーンのもう右半分がもうこんなになってるとこだから行くしかないよね、はい、だって右に外したらボギーの可能性あるんだったらあれだけど、やっぱり180ヤード190ヤードとかある時にそこまでやるかっていう感じじゃない、だってコース行ってミドルホールとかだとティーショット打って150ヤード以内いっぱい出てくるし、150ヤードもあるけど、はい、ショート長いのにそこで、まあ、確かに、でしかもその160をじゃ攻めた時に何回あの球が打てて何回バーディ取れるかって言われたら、そうなのよ、つけても外れる可能性もありますもん ねやっぱり俺はちょっと前にミキ君と一緒にここで回らせてもらった時に、あの正源寺君が、はい、まあ、やっぱりね基本は乗せて、まあ、5メーターとかに乗せてるやつをこう2パット1パットで上がっていって、でパターを入れて、で毎日4アンダー5アンダーを目指してやって、で結局そうすると優勝争い絡んでるっていうのをやっぱり頭にあるし、そうやって僕もゴルフ作ってきたから、はい、ああいう時はやっぱり狙わないよね、ほんと130あるとかになったら打つかもしれないけど、まあ、そうですよね、あれはだからやっぱり必要ないんじゃないかなと思うけどね、
うん、必要ないっていうか打てないといけないんだけど、はい、まあ、あの試合であそこまで打つ必要はないんじゃないかな、あの距離でね。あれ狙ってボギー打つ方はまあアホらしいでしょ。アホらしいですよ ね、やっぱり。もう今度は練習の時もじゃあワンピン右狙ってください。そういう、でもまああれはでも一応ちょっと右狙ってるからね。あ、まあまあそうです ね、うん、まあ、確かに狙った結果まあいい、本当に理想の球が出て、はい、ミスしても右に乗るって感じだから、まあ引っ掛けはしないかなっていう感じだったんだけど、まあそういうのもね、やって、まあ、いつかまっちゃんも打てるように頑張ってください。まあ僕147を140で打つ男ですからね。もうあれひどかったね。その話はなしとして、はい、じゃあこんな感じで今日は終わりしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。